じゃあこのままいくぜ、最後までよろしく。
はい、どうも、はるかみわりです。いや、すごい楽しいです。この京都ミューズに、正直このメンバーで立てないこと、本当に僕個人的に、まあ、そんな言わないんですけどね、僕あんまりそういうこと誰にもこう気持ちとかは別にあんまり伝えるわけでもない、勝手にこう思ってるっていう感じの人間なんですけど、本当に含めて本当に主催去年の主催からずっとこのバンドが残っていて、形がね、このバンドの価値が残っていて、本当にありがとう、本当にありがとう、本当に僕は楽しいです。ずっとこれずっと思ってたもん、なんか LINE もあれも主催はるかみたいな、ずっと今もそうやもんな。それはすごい個人的にこれをね、このバンドをひろきとみねに飲み会の時に、このバンドめっちゃいいねっつって、5、6曲目にあったね、フリドンっていうね、曲を教えてもらって、そこからドハマりして、僕ひろきらと一緒にライブとかもねたまに行ったりするんですけど、本当に好きなバンドやっぱりこういう風にできるとすごいいいですね、本当に。ぜひここに軽音楽部にいる間はね、本当にここばっかり目指そうとかこう別に思わなくてもいいですけど、でも立ったらすごい楽しいよっていうことをやっぱり伝えたいと思います。それじゃあいいかな。それじゃあ次の曲はね、すごく前に踏み出せるような曲になっているので、残り4曲です。楽しんでいきましょう。
残り、春上は2曲になりました。やっぱり楽しい時間はすごいあっという間です、僕の中であと2曲、僕の中ですごい好きな大事な曲を歌っております。ありがとうございました。春上でした。
られてるわけでもない、それでもきっと知らない誰かがどこかで見てる、そんな気が